200億円って書いてますよ。200億円って言われてもどのぐらいか分からへん。私本当にあの不謹慎だけど、オーバーブッキングの記事読んで、ああオーバーブッキングの目に遭いたいと思ったから。なんでですか？だって100何万円もらえるから。うわ、大阪のおばはん。和田アキ子ですよ、うん、明日もしかしたら仕事のスケジュールあるかもしれないのに、オーバーブッキングの方いませんかって言ったら、はーい。100万円もらえるんだ。200億円がどんだけのお金か分かんないのよ。でもお金じゃないよ。そうですね、うん、あ、そうなんですね。それとこの洋式さんはそんな、私も首あの椎間板持ってるから痛いの分かるんですけど、一回手術されてんのにまたなったって。この人ピアノも弾くじゃない、洋式って。そうですね。ドラムを雇うってことできないのかね。やっぱりダメなのかな、自分の音っていうか。まあ、ある意味ヨシキさんは別にボーカルでもないので、ヨシキさんがもうドラムを叩かないとなると、うん、ある意味、まあ、X ジャパンである意味がないみたいなところがあると思うんですよ。まあ、ピアノで参加するっていうのがあるでしょうけどね。大変だね。あのスタイルは難しいんです ね。ファンの方は待ってらっしゃるし。それとアランドロン大好きでしたけど、もう81ならゆっくりさせてあげたいですよね。そうですね。ずっとワウワウとかスカッパーでアランドロンなんか特集とかね、もうあの辞める方とかお年を召した方の特集とかやってますけど、アコさん世代にとってアランドロンってのも本当になんかこうイケメン前目で太陽がいっぱいなんて最高でしたよ。ヨットに乗ってあの最後の結末なんかもうびっくりしたもんね。どんでん返しがありますもんね、うん、そうそうそう。だからもうお疲れ様でしたでいいんじゃないですか。そういうことなんですね。はい、はい、以上週刊和田スポをお送りいたしました。それでは1曲お送りいたします、はい、今日5月13日は、スティービーワンダーの誕生日だそうです。あ、これいつも言うんですけど、向こうは12日やつ。そうですね、この時間はまだ、誕生日になってませんが、一応まあ、はい、そう解釈してください、はいはい。この夏にはスティービーワンダーの子供2人の母親で25歳年下の恋人と結婚するの、はい、流行ってんね、なんか25歳年下とか。そうですね、はい、ね、フランスの大統領とかもね。そうそうそう、ね、はい、それではスティービーワンダーの34歳の時の曲をお送りしましょう。スティービーワンダーで心の愛。